里崎チャンネル。じゃん。さあ、月曜日というところで、里崎チャンネル、総チェックのお時間です。さあ、週末ね、大きく動いたっていうところで、阪神ファンの皆さん、見に来てますか？ DeNA ファンの皆さん、いらっしゃいませ。勝っても負けても、チェックしていきましょう。1年間は長いですよ。いい時ばっかりチェックしててもつまんないですよ。悪い時もチェック。いい時もチェック。そう、チェック。はい。ということで、行きましょう。はい。ということで、まずはパリーグから。はい。日本ハム対ロッテ。金曜日は移動ゲームで試合なくて、静岡草薙球場で試合ということでね。草薙球場の思い出は、ね。放送ではね、ベーブルースとサーブラエイチっていうね、サムライさんの投球で見ましたけど映像、すっごい綺麗な言い方して投げてましたよね。佐々木と草薙球場の思い出はですね、東西対抗っていうね、パリーグ昔、東西対抗っていう試合がありましてですね、東西対抗に選ばれるとですね、秋のキャンプを途中離脱して、楽になるっていうね、すごい幸せな時期がありましたし、何の勝負もかかってなかったんで、非常に楽しかったですね。確か、亡くなっちゃったんで、1回か2回ぐらいね、行ったことあると思うんですけども、そんな草薙球場で行われた日本ハム対ロッテ戦、26日、1対3でロッテ、そして、日曜日、27日、3対8でロッテ、ロッテが2連勝という形になりましてね、ちょっとね、ロッテも5位になって、ハムとね、この2連戦、2連敗したらね、ちょっと危ないぞっていうところでね、2連勝っていうのは非常に大きかったですし、ハムはね、ここでロッテを叩いて、一気に上と詰めたかったところで、噂は加藤、ね、今調子がいい噂は加藤を立てて、2連敗っていうのは非常に一人取り残されていたいっていうね。佐々木なんと、札幌で佐々木チャンネル生ライブ、袴田さんとやりますけども、ファイターズファンの皆さん、聞きたいことあれば何でも答えますよ。ぜひ来てください。佐々木チャンネル、生ライブ、札幌とね、検索すると出てくると思うんで、ぜひお待ちしてます。はい。ということで行きましょう。6月26日1対3でね、ロッテということで、日本は2回裏ね、2アウト1塁から万波が2エンド2からスライダーね、左中間にタイムリー2ベースね、このいい形で先制して、お、上沢先発、いけるかなーっていうところで4回表、ね、ロッテ、中村センター前タイムリー、そして、ここでね、マーティン絶不調の、マーティンがですね、結果だけで言うと、サードゴロ、アウト、セカンドにランナー残りっていう形になるんですけども、ここでね、本当に疑問なのがですね、皆さんも一緒に考えようっていうところでね、疑問なのがですね、セカンドは大きく二遊、一二塁間寄りによって深く。で、ショートは大体セカンドのベースの後ろ。で、サードがショートのポジションに守っています。で、ファーストはファーストベース。っていうところで、マーティンが打った内野ゴロ、ね、普通のショートゴロです。これ、普通に守っておくと、6-4-3、100% ダブルプレイ。っていうところでですね、まあ、サードのね、野村が取りに行って、で、ショートの石井だったかな？石井だね。で、野村が取りに行って、ショートの石井も、自分も取りに行かなきゃって取りに行って、で、セカンドベース、誰もいない。で、セカンドの渡辺が慌てて入るけど、そんな入れるわけない。で、それで、ファーストでしかアウト。取れない。ランナー、そもそもランナー一塁で、シフトで内野ゴロ打ってダブルプレー取れないって、そのシフトは有効なのっていうね。もし俺がキャッチャーだったらもうどうしても納得できないね。ノーアウト一塁でマーティン、まあ一発ホームランもでも絶不調。で、内野ゴロ打ち取った。よし、ダブルプレーでピンチをしのいだっていうところで、セカンドベース誰も入れなくて、飛んだところによったらもうダブルプレー取れないって、これどうなんやろうって、俺だったら本当に嫌だね。まあ皆さんはどう思いますか？で、結局ね、それでランナー残ることによってですよ。その後、ワンアウト二塁からレアードがね、レフト、タイムリーツーベース。で、安田三振。で、ツーアウト二塁から藤原。岡がね、センター前タイムリーかーっていうところで、センター万波がね、ホームへ、ぐっすろね、アウトにして、まあ追加点を取られずに済んだけども、これね、結局、0点で終わってたところを、1点取られてるっていうね、ところで、非常に、このプレー、どうなんだろうねっていうね、ところがなりますよね。で、5回にね、そのまま角中タイムリー。で、中村ね、タイムリー。まあ、ここね、万波ね、ホーム約送球になりますけど、こういうチャレンジはね、佐々木すぎです。
どんどんね、チャレンジしていって、まあ、覚えていきましょう。ね。まあ、その後ね、その冒頭によって失点がね、かさむっていうこともなかったですし、でもね、この5回に2点取られて、まあ、噂はっていうところでね、踏ん張っていかなきゃいけない。やっぱこの4回の1点がね、余分だったんじゃないのかなと。逆に日本はね、7回、8回チャンス作るもものにできずっていうところでね、特に8回、高浜がセンターツーベース。で、近藤ショートゴロ。で、ワンボールのライト前。ワンアウト1、3塁から渡辺6、4、3、ダブルプレイ。ジェーンとっていうね、形で接戦をね、ロッテはものにしたっていうね、こういったところは大きいですよね。で、21日、ね、結果、8対3で、マリーンズの勝利っていうところになりましたけども、もう、今日のこの21日の、日本ハム対ロッテのテーマはこちらです。守備の意識低い。ね、そういうことになっちゃうんですよ。繋がっていけばね。もうね、勝負がね、決まったのが、このもう3回の表。加藤もいいピッチングしてたよ。非常にね。で、その中で、藤岡、セカンドゴロ、渡辺エラ、あんな近くからね、冒頭追って、高浜ね、どうにか対処って、ね、解説の方言ってましたけど、あれは無理。渡辺、バンッね。で、ランナーが出て、で、田村がバンと。で、高部、セーフティ、グッとナイスセーフティ。でも、サード野村、何ゆっくり言ってんの？あれは見送っても絶対ファールになんないぐらいのフェアグラウンド転がってたし、もっとダッシュでしょ。何ゆっくり言ってる。で、それでセーフ。で、ワンアウト一三塁になって、荻野がね、ライト伸びたね。グッと。ね。ライトへ、2点タイムリースリーベース。で、角中、センター前。ね、タイムリー。で、中村デッドボールで、マーティンに特大60何打席ぶりのホームランでスリーランで、ジェーンの6点。ね。っていうところで、もう守備がね、完全に足引っ張って、ちょっと加藤としてはね、本当にもったいない。よかっただけにね、残念な試合になりましたけども、こういったね、近いところをね、ボートでね、セーフティーをね、ゆっくり取りに行く。これね、佐々木のいいこときついなって思う皆さん、映像を見れる方、見に行ってみてください。3回表です。高部の打席です。すごいゆっくり行ってます。ね。こういったところでね、結果、8対3で、マリーンズの勝利。あ、和田、グッド、ナイスタンブリー。ね。シューマン打ちましたけども、もう3回時点で勝負決まったなっていうね、ところでしたね。結果、2勝0敗で、ロッテの勝ち越し。ちょっと日本ハムはね、全体的に、ファイっていうようなね、試合展開になりましてね、ちょっと厳しいようですけどね、素直な感想です。続いて、オリックス対西武。25日、1対3で西武。そして26日、3対3の引き分け。27日、10対0でオリックス。1勝1敗、1分け。ね、引き分けでした。はい。ということで、25日、1対3で西武というところで、オリックス山本、完璧なピッチング、グッピッチェン、ね。7回114球、4安打9三振、2四球無失点とね、いい形で、ピッチングできたと思います。勝ち投手の権利を持ってね、降板。ね。で、西武、高橋コーナーもね、立て直しきたかなと、前回からね、立て直しきて、まあ、攻撃的なピッチングでね、躍動感戻るっていうところで、非常に腕を盛り上げてね、良かったんじゃないのかなと思います。8回ね、98球、4安打、6三振、3四球、1失点とね、この球数の少なさっていうところもね、そういったところに物語ってるのかなと。でも、で、まあ、オリックスね、伏見、ぐわっと、ね。先制のホームラン。そしてね、7回スパンジェンバーグをね、盗塁で刺すっていうね、攻守にわたってね、山本バックアップっていうところで非常に良かった。勝ちゲーム、オリックスの勝ちゲームで進んでるところで7回山本降板。これに対してはね、いろんな人の意見があるかもわかんないですけども、まあ長期的なビジョンを持ってね、まあ変えなくてもよかったかな。これでも結果論。ね、長期的なビジョンを持ってここで交代。ヒギンスっていうところになった時にヒギンスが2アウトから、ここまで良かった。2アウトから。二つのフォアボールで栗山に同点タイムリーヒット。T 岡田ね、決死のダイビングも見逃ってた、必死に行ってた、見逃らずっていうところでね。でもね、ヒギンス、そんなに最近もう信用ないんだよ。確かにね、12日ね、ホールド。で、6月13日、広島戦勝ち。で、交流戦終わってからもね、18日楽天戦ホールド。21日楽天戦ホールド。23日日本ハム戦ホールドというところでね。でもよ、21日の楽天戦にはね、2失点してて。で、しかもですね、被安打はね、23日も日本ハム戦も2本、21日も2本で、13日広島戦も2本、ね、フォアボールに至っては21日楽天戦、18日楽天戦と、もうほぼランナー出すのよ。そういったところでちょっと不安だね。ランナー出すっていうところがね、まあそこをね、もろにその不安が的中して、まあ失点っていうね。で、9回平野もね、ここからもフォアボールから2失点、逆転負け。これは非常に痛いね。ヒギンス平野っていうね、ところで持っていって逆転負け。しかも山本で行くところは絶対勝ちたいっていうところでね、
ここで負けて足踏みっていうのはね、非常に痛かった。逆に西武はね、ガーッと栗山ガーッと、そこでね、一気に逆転したっていうね、終盤の粘り強さ。まあこれもね、高橋光成がしっかりね、8回をね、投げ切ったっていうところがね、ここに繋がってるんで、あと平、ガーッと、素晴らしい。ね。26日3対3の引き分けっていうところでね、まあ、オリックス初回、2アウト1、2塁から T 岡田のね、ライトにタイムリーっていうね、まあ、ここもね、T 岡田よく打ったよ。よく打ったけども、セーブ、セカンドのウネンっていう、ね、守備位置深く取ってて、ね、で、打球飛んできてたのに、取れず、こいつ、まあ、記録はヒットなんだけどね、あれ、取れるっしょ。取れなくても、飛べなきゃ。せっかくあそこ後ろに持ってんのになんかもったいないよね。で、ここでね、まあ、1失点と。で、セーブはね、3回表、8番ブランドのライト前。で、次がツーランホームラン。ぐわーっと。このね、8番、9番の下位打線躍動っていうのはね、非常にいい形の、攻めかなと。で、4回表ね、ワンアウトから、ウネンティね、セカンドゴロ。これ西野がね、取って、クレバヤシにトスして、ファースト投げて、クレバヤシが暴投っていうね。でもあれ、タイミングはもうセーフだったね。っていうかよ、そもそも西野が、あれ、トスしないで、そのまま踏ん張って、もしくはジャンピングスローで投げた方がタイミングアウトだったけどね。ちょっと、行っちゃったかな。ね、そういうのにね。で、続いてね、スパンデンバーグがツーベース。これもね、センター福田決死のね、スライディングでね、取れて、まあなんとかね、止めたけどね。まあこれはウネンティね、ホームはさすがに帰ってこれずっていうことで、ワンアウト2、3塁。で、相手のサードゴロホームアウト。で、ツーアウト1、3塁になって、ブランドンがセンター前タイムリー、ガーッ。ブランドン躍動。ね。もうどんどん出てくるね、若い選手ね。で、その中で、オリックス。ね。7回裏、ワンアウトから、吉田のホームラン。そして、杉本のセンターへのスリーベース。ここよ、問題は。このね、杉本のスリーベースね。センター金子。まあ、取れないのは仕方ない。でも、若干前目に走ってきて、で、それで、ワンバンで、全然超えていって、しかも全然届いてないの。あれはバットだね。もっと最初から、センターの、フェンスに向かって走っていけば、俺はスリーベースじゃなかったと思うんだよね。正直、中途半端な打球判断、中途半端な打球の追い方、そして、中途半端に頭の上をワンバンで超えていくっていうね。ちょっと金子としては、まあ、ちょいちょい出るけどね。バッと。ね。これでスリーベースにしてしまって、T 岡田がライトへ同点タイムリーっていうところで、ちょっとこの26日ね、守備っていうところがね、この、勝てた試合を引き分けに持ち込んだかなと。で、まあ、両先発ね、山崎幸は今井ともにね、まあ、持ち味出して非常にいいピッチングだったかなと思います。そして27日、10対0でオリックスっていうところでね、まあ、今日のテーマはこちらです。27日を。打つべき人が打てたかどうかっていうね、テーマです。その中でね、オリックス、4回裏ね、吉田がセンター前、で、杉本センター前とチャンスメイク、ジョーンズセカンドフライ、で、T 岡田がね、ライトへタイムリーツーベース、で、ワンアウト2、3塁になって、伏見に初球スクイズ、ぐーっと中島監督、いいところ、この1点ね、非常に大きかった。まあ、欲しいところだしね、このスクイズっていうのは非常に大きかったね。しかも2日前にホームラン打ってるっていうところもあってね、さすがにスクイズとは思わないところでね、初球スクイズは非常に良かったかなと。で、5回裏、ワンアウト1塁で吉田、センターバックスクリーン、スリーランホームラン。そして7回裏、ワンアウト二塁から吉田がレフト前っていうところでね、吉田、4打数3安打4打点1ホーマーっていうところでね、非常に素晴らしい活躍。逆にセーブ、ね。初回、2アウト1塁から山川三振。5回、2アウト満塁、ここが一気にキーパーインとっていうところで山川センターフライ。4打数0安打2三振っていうところでね、この吉田と山川のね、対照的な活躍っていうところが、まあこの、結局はね、まあ、10対0になっちゃったんだけど、勝負にね、直結したかなっていうね、ところは感じます。オリックス宮城、5回98球、3安打6三振、2四球、2個のデッドボール、無失点というところで、ちょっとね、制球ばらついたかなっていうところはありますけども、勝負どころの右バッターへのアウトコース、左バッターへのアウトコース、グッピッチ。非常に素晴らしいクレバーなピッチングね。やっぱこのね、まあ、山本、宮城を立てて、まあ、勝ち越せなかったっていうところはオリックス言いたいけども、逆に言うと、やっぱりこのね、山本宮城、この二人いることによって、大型連敗しなくていいっていうところがね、今のオリックスの上位にいるかなと。山本で負けても宮城で、と勝つ。宮城で負けても山本で勝つっていうね。この、やっぱ昨年は山本で負けたら超、なんか超連敗みたいなね、大型連敗みたいな感じになってたところが、この宮城と山本っていうところがね、この連敗ストッパーっていうね、もしくは連勝をつなげるっていう形になって、非常にいいローテーションの形になるかなと。でもこれね、同一カードになってきてるだけにね、まあ楽天戦があったんでね、まあこれはまあオリンピックまでは行くかなっていう感じだけど、やっぱちょっと分けたいねっていうところもあります。逆に西武もね、ここ一勝ね、山本宮城が出てくるところで1勝1敗1分け5分できたっていうのは非常に良かったんじゃないでしょうか。
さあ、続いて、楽天対ソフトバンク。25日5対1で楽天。26日3対2で楽天。27日3対2で楽天。楽天、3連勝 !7 連敗の後の4連勝。これは大きいね。非常に大きい。逆にソフトバンク、ロッテ戦で打線目覚めたかなと思ったら、また、ちょっと、凍ってきてるかなっていうね、ところになりましたかね。まあ結局ね、3連勝で楽天というところで非常に楽天はね、大きかったかなと。で、25日ね、金曜日、5対1で楽天というところで楽天ね、則本、9回114球、5安打10三振、無四球1失点、3年ぶりの完投、グッピッチ。ね。まあ全ての球種、非常に良かったかなと。特にね、チェンジアップフォークがワンバンするかしないかでしないっていうところがね、非常にやっぱバッターが振るんだよね。あそこをね、そのも10三振にね、かなり有効的だったかなと。でね、スライダーもしっかりね、コースに決まって、カーブで緩急っていうところで、この変化球の役割をしっかり変えながら、うまくバランスよく投げたっていうところで、非常にね、まあストレートも走ってて生きたけども、変化球さらに生きたかなっていうね、配球見えましたね。で、打線もね、浅村が4打数3打1ホーマーと、2回ね、鈴木、大地、右中間にスリーベース。で、浅村がね、インハイのストレート、レフトへホームランで島内ね、ショートゴロで岡島センターへツーベース、もぎセンター前タイムリーってね、このホームランだけで終わらずに、その後ね、1点をしっかり取り切るっていうね、この打線のつながりっていうのも非常に良かったかなと思います。逆にソフトバンクね、石川、5回119球、8安打、6三振、4四球、4失点。まあ、久しぶりにね、球数ちょっと多くなったかなと。石川はね、そんないつもね、ここ最近、球数ね、そんな多くなかったんだよね。まあ、負けてる試合でもね、18日の日本ハム戦も6回投げて、112球。で、ヤクルト戦も8回投げて106球。で、阪神戦6回で100球。っていうところでね。で、28日巨人戦は7回で123球。5月20日西武戦は6回で99球だから、そんな別にね、特段いつも、球数が多いわけじゃないんだけども、やっぱりね、この石川の一番のね、問題点はね、やっぱりね、点をね、取ってくれてないんで、やっぱ勝てる時に勝たしてやってないんだよね。この6月11日のヤクルト戦とか、18日の日本ハム戦、2失点、1失点。そこでね、やっぱ勝たせてあげてない。で、5月20日の西武戦も3失点っていうところで、この勝てる時に勝てないからね、こうドドって来てしまうっていうね、ちょっと石川としては、まあ開幕投手のね、まあ、思いにかな、背負ったね、これを乗り越えなきゃいけない。石川乗り越えろね。まあその中でね、まあ2回ね、この楽天の攻撃で、まあ無失点だったんだけども、まあ31球投げたのもね、この球数が大きくなった、要因かなと。まあ茂木がね、8球粘ってフォアボール。で、源氏も8球粘ってフォアボールね。で、まあ、これもし、満塁になっても、太田、辰巳、小深田ね、この3者連続三振。ゴッと。ね。だから非常にね、いい形も見せてるだけにね、ちょっとバタついたかなっていうね。まあでも、ちょっとね、なんか、起用法変えるとかね、なんか記事出てましたけど、まあどうなるのかっていうところありますけど、やっぱ石川のね、状態がね、上がんないっていうかね、こういい感じでいかないのはね、やっぱ勝たせる時に勝たせてない。これがね、やっぱりね、この石川のグッとね、伸びていかないところとね、ソフトバンクの苦しい、ところじゃないのかなと思います。続いて、26日、3対2で楽天っていうところでね、こちらね、日刊スポーツの、評論でもね、出しさせていただきましたけども、Google とかね、Yahoo で検索すると出てくるんでね、日刊スポーツで。その記事もね、ぜひ皆さん読んでみてください。まあこの試合ね、高田が先発、初先発しましたけど、ドラフト2位ね、頭部にデッドボール当てて危険球退場というところで、急遽ね、この西口がね、登板なりましたけども、このね、2アウト1、3塁の難しい場面で登場した時に、しっかりね、回を、センター、まあ、センターフライに打ち取ってね、そのピンチ脱出。でね、まあ、5回まで投げ切りましたけど、打者14人に対してね、14人中12人。だから一番最初の回と一番最後の三森のフォアボール。以外は2球目までに必ずストライク取ってんだよね。そのストライク取る内容っていうのも、ストレート、カットボール、で、ナックルカーブ、チェンジアップと、どの球種でもカウントを整えられてるんだよね。何かに偏ることなく、すべての球種を使って2球以内に必ずストライクを取って、ストライク先行で勝負できたっていうところも、このね、プロ初勝利にかなり、繋がったんじゃないのかなと。で、まあ楽天はね、ちょっと枠井とか早川とかローテーション外れてね、まあ田中マークもちょっと本調子でないっていうところでね、こういった選手が出てくるっていうのはね、非常に層をね、厚くする。若干ね、全体的にやっぱり層薄いかなっていうね、レギュラーメンバー以外でちょっと層薄いかなっていう感じるところもあるんで、こういったところでね、西口が出てくるっていうところはいいんじゃないのかな。次回もね、ローテーション投げさせてやりたいよね。こうチャンス掴んだんでね。そういったところでは次回のね、この西口の登板っていうのもね、期待したいし、これね、早いカウントでね、こういろんな球種でこうカウント取れてるかっていうのもね、皆さんぜひ
次回登板あればね、チェックしてもらいたいかなと。で、その中でね、まあいろいろね、なんか賛否の声もあったらしいんだけども、ソフトバンク、佐藤、初回ね、フォアボール出て、柳田のね、レフト前。で、まあ盗塁しててね、で、そのままスタートで島内がポロンとして島内バーッと。でもそれをね、見逃さずホームへ、佐藤、グッソール。ね。ああいったところも、しかもファームで11個盗塁してるのかな。持ち前のね、走力っていうところを非常にね、活かした初スタメンだったかなと。で、その後もね、まあセンターで、出た時にね、一回ツーアウト満塁ね、打者茂木の打球っていうところで、まあフルカウントだったんでね、でまあマルティネスもちょっとね、制球にね、初回苦しんだところをね、左中間への飛球ね、佐藤ダイビングして、まあもうちょっとね、あと20センチぐらいかな、とりあえず走者一掃のね、スリーベースってなったけども、あのダイビング、ガッツね、あれは非常に良かったんじゃないのかなと。あれをね、そのままダイビングしないで、左中間に向けて取りに行ったとしても、もうファーストランナー走ってるんで、ホームにはもう絶対帰ってきてたと思うんだよね。だからただこのダイビングのデメリットは、バッターの茂木が三塁に行くかセカンドで止まるかっていうだけであって、あそこは取れるかどうかね、チャレンジするっていうのが非常に良かったと思うんで、あのチャレンジはね、こう続けていくと、後々のね、いつかビッグプレーがね、生まれるんじゃないのかっていうところもね、期待したんで、あのダイビングっていうのはね、非常に良かったんじゃないのかなと。まあ、あとね、今日の試合でもね、三森が、出てからのね、なんとか、進塁打を打とうっていうね、ライトフライ、ちょっと定位置浅くて、三森のね、ナイス走塁で非常に助けられたけども、あの気持ち姿勢っていうのはね、非常に丁寧にね、丁寧な野球をやってんのかなと。プラスアルファね、アグレッシブっていうところもできてるんで、ああいった姿勢はね、非常に良、かったんじゃないのかなと思います。まあでもね、結局は、やっぱ打ち切れないっていうところでね、マリティネスもね、頑張りましたけど、まあ西口のね、ナイスピッチングっていうところがね、この勝ちにつながったかなと。で、27日ね、3対2で3連勝楽天っていうところでね、まあ先発ね、滝中、非常に体重も乗って、ちょっと前にポーンと跳ねて、躍動感あって、非常にいいピッチングしてただけにね、ちょっと足がつって降板はね、ちょっともったいなかったかなと。まあその後ね、安楽、そして孫、で松井とね、非常にまたここもね、リリーフしっかり頑張れたかなっていうところもあるんで、まあ楽天としてはね、非常にいい形の勝ち方。まあ2回でもね、また浅村なんかね、浅村ホームラン打ち出してきて、これオリンピックまで異常と上がってきたから稲葉監督も喜んでんじゃない？で、ホームラン打って、でね、6回の表にね、先ほど打った三森のね、レフト前ヒットっていうね、ところから、栗原フォアボール。で、2アウト1、2塁になって、ここでね、安楽に変わるんだけども、そこからね、中村が、ライトへタイムリースリーベースヒットっていうね、ここで同点っていうね、滝中もね、状態良かっただけにね、この足のくついってね、まあ、あと安楽もね、急に出ていったんでね、なかなかそこら辺はね、難しかったと思いますけども、この中村のね、いい形のタイムリーヒット。で、その後ね、甲斐がアウトで、これ同点止まり。で、しかもそれをね、すぐ6回の裏に、行く楽天。これがね、非常に素晴らしかったかなと。島内ね、ライト前ヒット。で、岡島もライト前ヒットで、ノーアウト一三塁になって、ピッチャーがね、和田から田浦に変わって、茂木がね、レフトへ勝ち越し、タイムリーっていうところでね、ここで1点、非常に大きかったかなと。その後ね、ノーアウト一塁から銀次がね、三振。まあ、ここはね、しっかりランナーを送るっていうね、バッティングっていうところをね、したかったなっていうところありますけど、ここでね、カスティーヨが打って、で、辰巳よく小深田とね、チャンスは作るけども、ここね、もう一点取れなかったっていうところはどうなるのかなと思いましたけどもね、きっちり、リリーフで、また今日もね、孫、松井っていうところで、ね、勝ち切ったかなと。あと、ソフトバンクはね、やっぱこの9回、松井からね、中村が、内野安打で出て、で、甲斐のバント、ダブルプレー、バーッ。まあこういったところをね、やっぱそつなくするっていうところも大事だけども、全体的になかったね、そんなチャンスが。まあこの中村のところでね、一気に行きたかったっていうところと、まあ3週間ね、あそこのバントっていうところと、三森の、4回表、三森のライトね、ツーベースで先ほど言ってね、佐藤の外野フライタッチアップして、このワンアウト三塁から柳田栗原で1点取りたかったところね、柳田のサードゴロ、ね、茂木後ろ下がってたのにね、ホームで、ナイス安打、ね、で、ホームで三森がアウトっていうね、というところでこの1点の重みっていうね、なかなか取りきれない。逆にね、楽天はこのね、接戦を勝ち切ったっていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。結局、楽天の3連勝っていう形になりましたね。さあ、続いてセリーグです。広島対中日。はい、25日3対6で中日。26日11対5で広島。26日1対1で引き分け。1勝1敗の1分けというのは、ね、ところでした。25日、6対3で、中日の勝ち、ね。中日柳。まあね、前回、制球が甘かったカットボール。非常にグッと
良かったですね、今回はね。7回107球、6安打5三振、3四球、3失点とね。まあ3回表ワンアウト、加藤フォアボール、そして盗塁、で、木下三振、2アウト2塁になってドラゴンズの攻撃。柳がもう打席に入る時から顔がね、もう絶対打ってやるぞっていうようなね、顔つき。これね、見れる方、見てください。すっごい顔つきで打席入ってますから。その回もあってね、ライトへタイムリーヒット。ガッツ。ね。で、まあね、ちょっとボテボテっていうね、ちょっと弱い当たりだったけども、セカンドランナー加藤ね、よくスタート切って、ホームまでしっかり帰ってこれたかなと思います。そしてその後ね、ツーアウト一塁になって大島がセンター前、で、三ツ又ライトへのタイムリースリーベースで2打点ガッツ。ね、さすがに、柳が打ったら、1、2番も打たなきゃいけないというところでね、このまあ、セリーグのね、ピッチャーが打席入るのに、下位打線から上位へのチャンスメイクね、っていうところの巡り、非常に良かったかなと。こういったところがね、ドラゴンズ、もっとできれば、順位は上がっていくんじゃないでしょうかね。で、カープ、6回裏ね、2アウトから、坂倉がホームラン、ね、4打数2安打1打点、1ホーマー。でね、最近3割2分7厘と、グッと、ね。で、その後西川がね、ライトへ2ベース。で、ウグサ、セカンドゴロ、ファンブル、どの上、バーッと、同点タイムリーエラー。おっと、これは、せっかくいい形で取ったのに、これドラゴンズ一気にいかれるのかっていうところでね、8回、ワンアウト1、2塁からビシエドが、19打席ぶりのヒットが、なんと、決勝の3ランホームラン。まあ、ピッチャー堀江もね、インコース、いいところにね、投げ切ったんだけど、ビシエドがね、しっかり引っ張り込むっていうところでね、まあ、打つべく人が打ってね、しっかり返したかなと。でね、カープ。ピッチャーね、玉村、5回93球、5安打2三振、29、30点と、持ち味出してね、非常にいいピッチングだったんじゃないですかね。この1軍でね、もうローテーション入って投げてる中で、非常にいい形でね、ピッチングできてる。森下、大瀬良がね、なかなか状態が上がらない中で、この玉村の、好投っていうのは、カープファンの皆さんからとっても非常に、素晴らしいピッチングなんじゃないでしょうかね。ここで一番ね、この試合気になったのはこちらです。じゃじゃん !9 回裏ツーアウト1、2塁、バッター3番小園の打席ですね。皆さん気になったでしょうね。レフト、前ヒットで、満塁かと思ったところ、2塁ランナー松山、ホームへね、回ってきて、ホームで楽勝で立っちゃうと、バーッと、バッと、嘘でしょ。次、4番でしょ。しかも3点差でしょ。で、松山でしょ。回ります、逆に。まあね、試合後、自分の責任ですとね。コメント、三塁コーチャーしてましたけども、これはダメだね。さすがに、これがね、1点差で、で、セカンドランナーが、ハツキとか、ダイソーが出てたら、足の速いランナーね。まあ、やっぱりずっていいかもわかんないけども、松山で、松山だよね。ちょっと待って、調べましょう。こういう時にね、なかなか携帯が発してきてきた。ね、松山、アウト。ね、その後、4番は、林。まあ、今日、その日ね、ノーヒットだったけど、3割5分5厘打ってるわけですから。ここはストップでしょう。そして、満塁でね、1打。ね、ホームラン打てば満塁ホームランさよならっていう場面で行くところでね、あそこはちょっと、待ちだめだったかな、というところでしたね。さあ、続いて、26日、11対5でね、カープというところでね、ドラゴンズがね、初回、まあね、前日エラーのどの上がね、2アウト1塁から先制のライトへのね、タイムリーっていうところでね、いい形で点を取って、よし、2連勝行くぞっていう中でね、この2回裏に、広島がね、坂倉ヒット、林がヒットとチャンスメイクしてからの西川のタイムリーヒット。で、その後ね、ピッチャーの大道、ね、2アウト1塁同点からの、こっからの勝ち越し、タイムリーツーベース、ガーッ。このバッティングね、なんか本人、初打点っていうところで、非常に良かったのかなと。で、3回裏もね、林が、ランナーフル、ワンアウト満塁からね、まあ、ポテンヒット。で、加藤の悪送球もありながら、西川もヒットとね、6対1。ここでね、序盤で、前日からの嫌な流れをね、畳みかけるっていうところでは、カープ打線、非常に良かったんじゃないですかね。あと、ま、先発大道ね、5回、3分の2で95球、8安打、2三振、2四球、5失点と、まあ、序盤良かったけど、最後ね、やっぱ、リリーフでずっとやってたからね、ちょっとスタミナっていうところで、ちょっとね、まだまだ仕上がってきてないのかなと。でもまあね、こう仕上がってきれれば、まあ面白いね。まあ安定感あるピッチングするんで、非常に、なんて言うんだろうな、スタンダードな、正統派のね、先発ピッチャーとして、いい形出せると思うんで、ここからね、先発のこの体力、体作り、あと調整の仕方っていうのをね、しっかり練習してから、いい先発ピッチャーにね、なってもらいたいなっていうところもあるんで、まあ、点差もあるんでね、多分6回生かしたと思うんだけどもね、この6回で捕まってしまったっていうところは、まあ今後のね、課題で、もし接戦だったらね、今年は5回でね、変わるかなっていうね、
ところもあるんで、まあそういったところはね、次回以降。まあでもね、18アンダー、11得点ですからね。まあカープもね、5点取ってるだけにこの噛み合わせっていうのがね、ちょっと悪かったかなと。あと小笠原、こうね、ちょっとインコースね、制球甘くなっちゃったかなっていうね。こうやっぱ小笠原ね、インコース攻めて外っていうね、ここの、対角線のストレートがどこまでしっかり投げれるかっていうところが、まあ、小笠原がね、いいピッチングするかどうかの生命線になってくるんで、そこが甘くなって打たれるとかね。で、そこがうまく効かないと変化球がね、うまく効いてこないっていうところで、ちょっとね、この連打を、許しですね、4回、80球、9安打3三振、フォアボール0、6失点っていうところで、ストライクが取れてんだよね。でも甘くなってるっていうところで、パンパンとね、打たれてしまったっていうところですかね。で、26日、1対1でね、引き分けっていうところですけども、カープ森下ね、ビヤッとまあ、コロナの影響、まあ、注射、ワクチン、影響っていうところがね、あった中で、まあ、やっと持ち前のね、数字っていうのがしっかり、出たんじゃないですかね。この試合もね、8回、116球、8安打4三振、1失球、1失点とね、本来のピッチング、しかも長いイニングも投げてるっていうところで良かったかなと。ただね、序盤、カーブがね、制球不安定で、うまく決まらないで、ストレートカットっていうところがね、主軸になって攻めていきましたけども、これね、尻上がりにね、このカーブの制球っていうのが非常にまとまってきて、また緩急もついて、投球の幅が広がって、終盤以降ね、うまく、立て直せたかなっていうところもあるんで、まあ初回ね、1失点しましたけど、非常にいいピッチングだったかなと。逆にドラゴンズはね、初回ね、大島ツーベースんで加藤翔平がバンドで送ってね、高橋の1本のヒット、こうやってね、つながりでポンポンポンって取っていくのはね、またいい形だったけども、やっぱ森下状態良かったんでね、なかなか点取れないっていうところと、あとね、中日勝野、ね、フォークボール低めに決まって非常に良かったね。その分ね、ストレートも生きて、まあストレートが生きてるからフォークが生きるっていうところもあるけども、フォークが高めに浮かないで低めにね、行ってたっていうところが、このいいピッチングにね、つながったかなと。まあ6回裏ね、フォアボールで出したランナーを林のね一挙タイムリーっていうところでね、まあ1失点失いましたけども、ピッチング内容としては非常に良かったかなと。カープはね、いいところまでね攻め切ったんだけどもね、こうまあ7回8回9回とねランナーを出すけども1本です。あとドラゴンズもカープね、序盤まあドラゴンズは大体ずっとなんだけども、あの2アウトからとかねランナー出るっていうところで、なかなかね、先頭から出ていかないっていうところが、このな、得点機。あとは、やっぱ、勝野、森下がね、良かっただけに、連打っていうところがね、取れなくて、得点しきれなかったかなと。カープはね、7回以降、ちょっとね、先頭、ランナーに出てね、あと1本でね、逆転っていうところで1本出なかった。まあ、ここはね、ドラゴンズの中継ぎ陣、非常に、踏ん張って頑張ったかなと。あと、カープのね、栗林、抑え、ストレート走ってたね、もう、かなり勢いやってんで、そこからフォーク。あれ、抑えたらきついね。というところで、まあ、中継ぎも頑張りましたしね、森下が8回行けた、栗林に行けたっていうところもあるし、まあ、ドラゴンズはね、そこしっかりね、福、谷本ね、又吉っていうところでポンポンポンって繋げた中継ぎ陣もね、非常に踏ん張ったかなと思います。結果、1勝1敗、1分けでした。続いて、阪神対 DeNA。25日、0対3で DeNA。26日、1対3で DeNA。27日、3対8で DeNA。DeNA、3連勝！逆にタイガース、3連敗！対、阪神ファンの皆さん、見てくださいね。お願いします。ね。DeNA ファンの皆さん、勢いを止めてください。はい。まあね、まあこういう時もある。これでジャイアンツも勝って 2.5 ゲーム差になったのかな。まあでもね、こんだけ負けてても、まだ 2.5 ゲーム差ついてるっていうところが、非常にね、貯金っていうところがいってね、またここでパンパンってしたら、やっぱ次 4.5 とかね、なるっていうところで、まだね、この状況でも 2.5 ついてるっていうところは、まだ1位のね、力かなというところがあります。25日、0対3でね、DeNA。DeNA ね、浜口。5回、73球、2安打、2三振、1失球、無失点と。まあ、左脇腹っていうところに違和感でね、交代しましたけど、多分初回から何、多少なりとも何かしらのね、こう、変な感じっていうのは、あったんじゃないのかなと。球も高かったしね。ちょっと状態でね、投げてるっていう感じでね、ちょっと躍動感、いつもよりない状態伝ってるなっていう感じもしたんで、ひょっとしたらあったかもわかんないね。まあしかし5回途中ね、ベンチに一応帰っても、そこからもう一回ね、5回投げ切って、まあ勝ち投手の権利を取ったっていうね。まあその姿勢は嫌いじゃない。好きです。グッと。ね。で、その中でね、初回ね、DeNA、先頭桑原、セカンド、ゴロ、糸原、こいつエラーパーッで、その後、ツーアウト、こう、オースティンにライトへ、シュート、ホームラン、2点。この、やっぱりね、エラーが多い。しかも、それがね、失点でね、絡んでしまう。でね、やっぱ前半戦はそれを打ってね、勝ち切ってたんで、このエラーがね、前面に出てこなかったけど、こういう風に打線もちょっと低迷してきて、そのエラーが、やっぱこの失点に直結してしまうってなると、やっぱこういう風にね、目立ってくるよね。で、DeNA ね、6回、桑原センター前、で、柴田バンド、で、佐野フォアボール、ワンアウト1、2からオースティンがね、ライトへタイムリー。この初球のね、シュートをライトへ打つっていうところがグッと、ね。
3割3分2厘、首位打者、ね、この時点でっていうところでね、シュートをライトへっていうとね、攻め手がなかなかなくなるっていうところでね、オースティンの好調、調子の良さっていうのが伺えるかなと。で、阪神もね、7、8、9とね、チャンス作るも、1本出ずっていうところでね、完敗かなと。まあ、7回もね、マルテがレフト前ヒット打って、で、まあ、2アウトになってサンズ内野安打で糸原1、2塁からのね、凡退。で、8回も、まあ、ピッチャー山崎に代わって、まあ、糸井がね、レフト前。で、近本、ツーシーム打ってセンター前で、ワンアウト1、3塁からこの中野のね、4、6、3ダブルプレイ。これも痛かったね。で、9回、大山がね、ヒット打って、で、悪送球3塁。で、佐藤空振りサンズ、セカンド、ゴロというところでね、まあ、パンパンと1本出なかったっていうところでチャンス作るもね、まあ、DNA のね、中継ぎ陣が踏ん張ったっていうところもありますけど、中野のダブルプレイ。痛かったね。でも、阪神先発西。ね。非常に、まあ、オースティンにはね、打たれて、失点しましたけども、いい形で投げれてね、丁寧にアウトコース、このね、幅を使いながら、緩急を使いながら、精密機械のコントロール。非常に素晴らしいピッチングね。まあ、負けたけどね、西は良かったんじゃないのかなと思います。そして、26日、1対3で DNA というところですけども、阪神ね、伊藤、5回、88球、6安打、4三振、3四球、無失点と。まあ、6回先頭ね、佐野をレフト前でヒットを打たれて交代。で、まあ、馬場がね、後続を抑えて0点で打ち取るっていうところになりましたけど、まあ、結果ね、勝ち投手の権利を持って交代しましたけど、逆転負けでね、敗戦したっていう中でですね、伊藤まだいけたんちゃうか、球数も少ないし、って俺は思ったんだけども、まあ、よくよく調べるとですね、まあ、6月19日巨人ね、で、6月5日ソフトバンク、これね、6回共に失点してるから、この6回失点しがちっていうところで1点差、まあ、ここ矢野監督ね、大事を取って交代したのかな。っていうね。まだいけたかなとこな。でも6回いつも失点するしな。状態しかも1対0だしな。変えとこうみたいなね、感じで交代だったから。これがもうちょっと点差ついてたら行ってたかもわかんないしね。こういったところで6回にね、必ず失点っていうところがなかったらもうちょっと行ったかもしれないなっていうね。でももうちょっと行ってほしかったなっていう気持ちもありますよね。でもその後ね、馬場がしっかり抑えたっていうところでね、まあ、この系統は成功って言えますね。で、阪神ね、2回、2アウトからね、サンズがライト前。で、糸原フォアボール。でね、梅野。インコースのね、ストレート、ちょっと甘くなったのね、センター前タイムリーね、さすが得点圏打率が高いっていうところですけども、まあ、ここでね、よくよく考えていかないのが DNA ね。1、2塁、2アウト、1、2塁、ね。で、次バッター。フォアボールでもよかったんちゃうかっていうところでね、インコースね、もうちょっときっちりね、そのフォアボールでもいいっていう考えでね、コース際どく投げてればこの失点を防げたかなっていうところもあるんで、まあそういったところどうかなとね、見てて思いましたね。で、5回、ワンアウトからね、梅のレフト前、で、伊藤、バンド失敗、2、6、3、ダブルプレイ。こう、キャッチャー山本ね、出足良くてね、グッと。ね。で、バッティングでも4打数3打1打点。だからその前のね、坂口のこの梅の、まあこれはね、経験だね。そういったところも含めてね、やっていきたいなっていうところありますけど、この伊藤のバンド失敗っていうのもね、ちょっと流れをね、変えそうで、ちょっと怖かったね、このダブルプレイでしたね。で、DNA7 回ね、ヤマト、フォアボール。で、代打、関根、バント。ね、これ代打、バント。きっちり決めて、桑原、ね、ピッチャー、及川。ね、初球。多分、初対戦だったと思うんだよね。その初球、スライダーを、ちょっとタイミング外れたけども、そっか、しっかり振り切って、センター、逆転、タイムリー、ツー。ホームラン。ひっかーっと。なかなか初対戦で、スライダーを初球から完璧に打つって、なかなか難しいね。野生的。ね、ナイスホームランだったかなと。で、8回、宮崎ね、ショート中野、エラー、ファンブル。まあ、多少イレギュラーしたかな。でも、そこ本拠地だからね。で、その後、牧が、レフトツーベース打って、ノーアウト2、3塁から、キャッチ山本、ガーッと、レフトへ、タイムリーヒット。この1点もね、非常に大きかったかなと。で、阪神はね、8回、糸原センター前、で、梅野ライトフライ、で、糸井ね、ショートエラー、山本、バーッと、こいつ、ね、足揃ってますよ、足が。で、ワンアウト1、3塁になって、よし、一気に逆転いこう、というところで、近本が、4、6、3、ダブルプレイ。ね、前日の中野と同じで、このね、チャンスでダブルプレイでね、こう勝ってる時っていうのは、ここでポンポンってね、一本出たり連打でね、一気にビッグゲームっていうのがあっただけにね、このチャンスでダブルプレイがね、ちょっと多かったかなと。で、昨日、27日、3対8でね、DNA ね、阪神秋山、5回、86球、8安打5三振、1四球、6失点と、まあ持ち味のね、制球力が安定せずね、高く、そして甘くなった。で、そこをね、DNA 打線が見逃さずね、仕留め切られたっていう、まあちょっと珍しかったね。最近本当ビタビタでね、コース低さ決まってる中でね、本当に、まあこういう時もあるけどね、高く甘くってなってて、秋山らしくないね、ちょっとピッチングだったかなと。でね、途中からね、とか、まあ緩急でね、カーブつけて、なんとかね、横の揺さぶりが甘くなる。ちょっと緩急でカーブつけてっていうね、配球も取り入れてみたけども、そこもね、全く通用せず、桑原にホームランでオースにヒットっていうところでね、カーブも打ち切られたかなと。
で、その中でね、まあ DeNA ね、初回オースティンツーラン、4回外スリーラン、で、5回桑原ソロ、で、8回外ソロとね、もうホームランボンボンボーンとね、っていうところがきつかったな、タイガースとしては。でね、この4回、オースティンライト前、で、宮崎センター前、この中の取れたね、グラブの下、ね、それ抜けた後の外ホームランだからね、だからこの、金土日、全部このエラーっていうのがね、失点に、まあこのね、中野のやつはあのエラーでなんか記録はヒットだったけども、このミスっていうところがね、失点に響いてて、それをね、打線で覆せないっていうところがね、正直きついかなと。あと、佐藤選手ね、ちょっと最近状態悪いけど、このインコースのね、攻められてるけど、開幕投手のようにね、こう、打ててる時ってやっぱり見逃せてたんだよね。で、カウント良くなって打てるとこを打つ。今ね、もう何でもかんでも向きになって打ちに行ってるっていうところがね、ちょっと、てめえ、招いてると思うんで、このインコースのね、見極めっていうところを、もうちょっと大事にしたいかなと思います。で、その中でやっぱりね、光ったのは DeNA ね、キャッチャー、ね、山本、ね。まあ、バッティングでもね、前日いいところも見せましたし、まあね、ちょっと比較対象とリードの面で考えると、前日坂口ね、っていうのは、基本外中心。あんまりインコースっていうのは使わないで、外中心で攻めて、でね、この27日の試合に大抜き、ね、左バッター、右バッター、どちらにもしっかりインコースを使いながら、ツーシーム、カットボール、スライダー系、ストレート、インコースも使いながら、でもそこを無理強いしない。状況を見極めて、あ、これ行かないでいいな、大山とか、行かないでいいなと思ったら外。サンズにしても行くとこは行く、行かないとこは行けないっていうね、この見極めっていうのが非常にうまくいったかなっていうところでね、この山本の、リードっていうところもこの阪神に3連勝した大きな要因だったんじゃないですかね。しかもバッティングでもね、しっかり貢献してるっていうのは素晴らしい活躍。次戦ね、火曜日からもどんな活躍するのかね、楽しみですよね。まあ、結果3連勝で DeNA の勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対巨人。25日1対7で巨人。26日3対10で巨人。そして27日2対5で巨人。巨人3連勝。ヤクルト3連敗。ヤクルトもちょっと上がってきたところでね、ちょっと先発がそう崩れたかなっていうね。まあ、25日ね、ヤクルト石川、ね、ちょっとカウント負け。状況負けでね、持ち味出せずっていうところで、状態は悪くなかったと思うんだよね。でもやっぱりこの、石川っていうのはストライク先行して、どの球種でもまんべんなく投げれる。ストライク先行して、バッターが、いや、どれ来るのかなって言って迷う。そこで、打ち損じっていうのを起こさせるっていうこの持ち味っていうのがあるんだけども、やっぱりボール先行したりボールが進むにつれてやっぱり投げれる球種、投げる球種が偏ってくるところをジャイアンツ打線に仕留められたかなとっていうところでね、やっぱこう持ち味出せず、投球内容状態はね悪くなかったと思うんだよね。ただ負けがついたっていうだけでね。で、その典型的なところがね、巨人2回表ツーアウトからね、ツーボールワンストライクから、北村がね、シンカーをレフト前で、大城ツーボールからねスライダー、先制ツーランホームラン。ここもね、もうツーボールになって取りに行かなきゃいけないスライダーね、高め入ってきたところを、まあ、ここをね、大城がしっかりね、打ち切ったっていうところがね、素晴らしかったかなと。で、3回表ね、ワンアウトから、ウィーラーフォアボール、で、丸フォアボール、で、岡本の初球、シンカーね、センター、スリーラン、ホームラン、ね。これはもうね、狙って慎重になって、ボール、ストライクはっきり行ったところでね、で、ここ初球のね、スライダーが、ホームランっていうところでね、まあこういったところでちょっとカウントで状況によってね、ちょっとこう負けたかなっていうねところもあります。で、巨人メルセデス、まあ前回ね阪神戦をね、ちょっとストライク取りに行ったっていうところが多かったけども、今回はしっかり腕も振れてね、攻撃的なメルセデスのピッチングがね見えたんじゃないですかね。まあストライク先行で勝負してね、これ置きに行くストライクっていうのがなくね、自分の持ち味が出した。まあやっぱ阪神戦はね、やっぱストライク取りに行ってしまう。これ外国人投手っていうのは、もしカウント負けしてくると簡単に真ん中とか投げてくるんだよね。いろん、特に先発投手はね。で、そこで、まあ、打たれるっていうのが阪神戦でしたけども、このヤクルト戦はストライク先行で勝負できて、腕を振ってしっかりピッチングできたんじゃないのかなと。まあ、結果ね、4回86球6安打6三振、無四球1失点。こんな、ね、結果に繋がったんじゃないのかなと。まあ、ヤクルトはね、7回裏、このね、村上の盗塁アウト。これはダメですね。あの三塁。あの状況で、あの点差で。100% いけるんだったらいいですけど、あのアウトは、勢いに任せていくとこじゃないんでね。まあ、あのアグレッシブさっていうのは大事だけども、状況から考えると、あの盗塁はバッとです。はい。26日、3対1で巨人っていうところでね、ヤクルトは初回ね、塩見フォアボール、で、青木のライトツーベース、で、無視2、3塁から山田のね、ショートゴロ、で、ここで1打点、で、ワンアウト2塁から村上ライトへタイムリー、このいい形でね、先制2点取って、おし、前回の、前日の負けです。今日はいい滑り出しするぞっていうところで巨人。2回ね、梶谷ライトへヒット。で、北村ライトツーベース。で、ノーアウト2、3塁から大城がね、レフトタイムリーツーベース2点。で、ノーアウト2塁から戸郷、スリーバンド失敗、バーッと、バーッとしなきゃ。その前のメルセデス、ちょっとうまくできたよ、サード。ちょっと形は下手くそだったけどね。
で、その後松原三振、ウィーラーライトフライトね。ここでもう1点と取りきれない。おい、大丈夫かっていうところで、3回、丸、今度ね、セーフティ。ね、このシフトでね、ぐーっと右に寄ってて、サードもショートぐらいのところにいる。だから丸としてはね、多分もうちょっと、バンドの形見せたら、もうちょっと強くね、サードの方やりたかったと思うんだけど、それやりきれずね、まあ結構上手いバンドだったけども、小川が取りに行って、ピッチャーゴロね、内野安打っていう形だったけども、こういうのがあるからね、シフトってどうなんて俺は思っちゃうんだよね。で、結果そっからね、岡本フォアボール。で、坂本がね、こう、バンと最初引く。で、バスター空振り。ね。で、追い込まれながらも、センター前タイムリーヒット。ね。で、梶谷レフトフライ。で、北村、ワンワンからフォークボール、スリーランホームラン。ね。で、4回にも、丸、梶谷タイムリーでね、2点っていうところでもう試合決まるっていう形ですけど、結局このシフトのやつも丸がセーフティーして、で、そっから4点取られてるんだよね。まあ、そこ打たれる打たれてないわけで、俺そういうのがあるから、日本人やってくるからね。この前のマーティンもそうだけど、ロッテのね。で、やってきて、その後から、もうサードね、寄ってっていう。どうするんやっていうね。ところですよね。ヤクルトがね、2回3分の1、71球、7安打3三振、2四球、6失点。全体的に球高かったね。そこがね、ポンポンと北村のフォークも高かったしね。で、戸郷、6回3分の2、123球、7安打4、4三振、1つのフォアボール、3失点。もうちょっと長いイニング投げたかったね。このような展開だったらね、やっぱり7回最低っていうところでね、まあ次回以降期待したいかなと思います。そして27日ね、2対5で巨人というところで、ヤクルトスワレス、5回3分の2、94球、6安打6三振、フォアボール1つ、4失点。まあ持ち味出したかなと。まあ初回ね、球ちょっと甘すぎるかなって思ったけども、まあしっかりね、抑え切って、まあ、先頭バッターホームラン松原のとこ頑張ってて、でまあ6回持ってね、2アウト1、3塁から岡本にね、初球のカットボール、ライトへ3ラン。で、打たれて4失点。で、まあ、その後ね、坂本にフォアボール出すんだけども、まあ、フォアボールなくて、で、ストライクどんどん投げていって、っていうところで、まあ、持ち味は出したんじゃないのかな、と、正直、思います。まあ、岡本のね、一発っていうところは、まあ、岡本が、グッズ。ナイスホームラン。ね。で、まあ、攻撃で言うとね、この4回裏がね、キーポイントかな、だったと思うんだよね。ヤクルト、山田フォアボール。で、村上、センター前。ノーアウト1、2からオスナが5、4、3、ダブルプレイ。で、サンタナ、セカンドフライで、無得点。ここで点取ってれば、俺はヤクルト行けだと思うんだよね。で、しかもオスナはね、2回裏にホームラン打ってる。この高橋からね、インコーススライダー、ストライク。で、うちにストレート見せて、スライダーをね、巻き込んでレフトへホームラン。でね、ここでノーアウト1、2、どんな配球するのかなって見てたらね、初球、アウトコースストレート、ね、空振り。で、2球目、アウトコースのシンカー、ね、ファール。で、続いてもね、アウトコースシンカー、ボール。で、ワンボールツーストライクからインコースのストレート見せて、ツーボールツーストライク。お、最後もう一回外踏んのかなと思った。もう一回インコースのストレートで詰まらして5-4-3ダブルプレイ。ガーッと。高橋幸も投げ切ったのもすごいし、大城もね、その打たれたもうスライダーを使わないで、まっすぐとね、進化。でもインコースの方が打ち取れる可能性高い。よし、思い切っていこうって2球続けてね、そこをしっかり投げ切った、高橋もね、素晴らしかったし、大城の配球もね、良かったんじゃないでしょうかね。で、巨人はね、もう継投で逃げ切るっていうところで、8回ね、代打中村、レフト前ヒット、ピッチャー鍵谷ね。で、代打内川出てきて、もうピッチャー畑にスイッチ。で、ライトフライ、塩見三振。で、2アウト取って、青木が出てきて、ピッチャー、大江。ね。で、セカンドゴロ。ね。1イニングを3人のピッチャーで使い切る。ね。で、9回ね、ダメ押しの坂本、センター、バックスクリーンへのホームラン、特大アーチ。っていうところでね、結果巨人の3連勝ですけども、まあ、ヤクルトとしてはちょっと先発がね、踏ん張りきれなかった。やっぱり先発がしっかり試合ね、作っていかないとっていうところで、まあ今後のね、課題は、まあジャイアンツもね、しっかりこう勝ち切って 2.5 ゲーム差ですか。まあ今後どうなるのか楽しみですよね。さあ、ということで、先週のベストライン、発表します。パリーグから、ピッチャー、楽天、則本 !3 年ぶり完投、キャッチャー、オリックス、伏見、トライ週6打点、ラグビーのトライは5点です。ファースト、日本ハム、高浜、ファイト。いい形で頑張ってる。いろいろ考えて頑張れ。セカンド、ソフトバンク、三森、サイクル落ち。サード、楽天、茂木、早稲田大学。ショート、楽天、小深田、大阪ガス。レフト、オリックス、吉田、フルスイング。センター、ロッテ、大木野。12年連続2桁盗塁。怪我しながらすごいじゃないか。ライト、オリックス、杉本、ラオウ。DH、ソフトバンク、柳田、サンフォーマー、特別賞あります。楽天、岡島、武郎。楽天、西口、緊急突破、初勝利、グッズ。西武、松本、
ストレートのキレあれば抑えれる。セリーグいきます。ピッチャー阪神ガンケル打たせて取るピッチ、キャッチャー広島坂倉マルチプレイヤーどこでも守るぜ、ファーストヤクルトオスナエルゴッチャ相性です。セカンドヤクルト山田キャプテン、サード巨人岡本欲しいところで一発、ショート広島小園一本立ち、レフト DNA、 サード左右関係なく打つぜ、センター巨人丸復活丸、ライト DNA オースティン絶好調。特別賞あります。中日高橋周平得点源であるつ2割はもうちょっと上げよう、タイムリーは良かったよ。 DNA 桑原サイクル押し、巨人北村石川凱旋ホームラン大活躍素晴らしい。さあ申し送り事項ですか、今日月曜日試合ありますね。ソフトバンク対西武ね、レイと松本というところで、ソフトバンクの皆さん、西武松本ストレート切れ味上がってますよね、一気に打てるかどうか勝負ですね。西武の皆さん、ソフトバンク打線がまだちょっと冷凍しかかってます。ここはしっかり勝ちこちの冷凍し続けましょう。さあ続いて楽天対日本ハム、日本ハムの皆さん、楽天が勢いづいてますよ。どっからでも飛んで点取れるんで、まず先頭打者打ち取りましょう。楽天の皆さん、日本ハム若手が躍動、万波高浜いい選手いますよ。でも雑なところも多いんで隙ありますよ、ついていきましょう。オリックス対ロッテ、ロッテの皆さん、オリックス今上位、ここを叩き潰していかないといけない、初戦絶対勝ちましょう。オリックスの皆さん、ロッテ静岡で再開、日本も叩いて調子上がってきてます。マーティンがカッチコッチの冷凍保存だったのに今解凍されました、気をつけて。巨人対広島、広島の皆さん、巨人が勢いついてますよ、連勝で乗り込んできた、この勢い止めるためには初戦しかないよ、全力で叩き潰せ。巨人の皆さん、カープ林坂倉小園、この3人の左バッターが絶好調なんて、とにかくインコースをしっかり投げて抑えましょう。中日対 DeNA、ドラゴンズの皆さん、オースティン、ソート、桑原、宮崎、サード、絶好調です。あ、ほぼ全員。頑張れ。DeNA の皆さん、ドラゴンズ、ランナーは出るけど、得点圏一本なかなか出ません。そこ、抑えていきましょう。あと、ビシエドがカチコチの子ってたのに、回答されました。気をつけて。阪神対ヤクルト、阪神の皆さん、ヤクルト、連敗してますよ。前のカード3連敗、一気に叩きつけましょう。ヤクルトの皆さん、阪神、前のカード3連敗してますよ。ここ、思い切って叩きつけましょう。さあ、ということで、今週もまだまだ面白いですね。オリンピック前、順位どうなるのか、首位入れ替わるのか、ゲーム差詰めるのか離れるのか、B グラス、A グラスくんのか、A グラス落ちるのか、また今週も楽しんでいきましょう。それでは金曜日お待ちしてますよ。佐々木智也、総チェック終わりです。今週のプロ野球も要チェック。